ひ行こうで、制限時間が30秒、30秒の間にポケットにつけてるということは、つまり皆様お分かりでしょうか、異常なものわけです。皆さん明日仕事があるかどうかは知りませんが、ここでちょっと乳酸地獄に捕まってもらいましょう。なんか盛り上がってますね。さあということでこちら、動きは自由です。つける箇所は、腰なので、腰につけた状態で、もも上げしようが、動かそうが、まあ、できる人はなんか空中変形とかしてもらって全然大丈夫なんで、まあ、最終的に30秒間で、カウント数が一番多かった人が、勝者となります。こちらが先着集めです。さあ動きは自由、そして優勝者には店員としてなんとクオカードが用意してあります。8名で揃いました。ではここから4人に分かれて、トラウトの勝負していただきましょう。では最初の4名様ステージ上に上がってください。まず、曲だけ流れるのでそれで、こちらの、レディーゴー、レディーゴーでいきましょうか。トランザムで、ね、さあ、僕が、用意トランザムって言います。用意トランザムって言いますね。出せ用意トランザムって言うので、そしたら皆様30秒からカウントスタートの出せ。絶対それセルビング呼ばれねえわ。30秒で正のトランダム。あ、じゃあジメさんごめんなさい、タイムだけお願いします。さあ、4名の方、全然みんな動きは自由なんで、場所とか任意でなんか急になんか横にこうするやつがいるかもしれないから、横格闘とか入れるやつがいるかもしれないから、お前どうした、それでカウント取れるんやったら構わないけど。さあ、4名の皆さん、まず準備は OK でしょうか。周りのスペース、手の届く範囲大丈夫ですか。いいよね、手が届かなくてもビングサンデルが届く場合があるので気をつけてくださいね。隣の方々の妨害にも注意しましょう。それでは行きましょう。30秒間トランダム勝負。じゃあ音をお願いします。それでは行きましょう。第1回戦用意トランダム。じゃあジムさんどうぞお願いします。さあまず順次116、続いてゲイナ君89、そしてこちら110、そしてこちらは52。では1回戦だと勝者116ぶっちぎれて順次ありがとうございました。他の皆さんもナイストランザム、ナイストランザム、すげえな、ナイストランザムって多分この先一生言わないと思う。後半の、もう4名様、再び前の方にお集まりください。ガンダム00シリーズってガンダムタイプの機体もそうなんですけど、それ以外の機体もかっこいいって皆さん思いません？思います。すげえ思うよね。ティエレンのさ、上半身下半身に対して腰細すぎねえってあれたまんないよね。あれ絶対腰から折れると思うんだよね、ティエレン。作ってみたはいいけどやっぱり細くて。さあ、ではその間に4名様腰に準備を、大丈夫ですか。持ち物とかお手回り品も注意してください。カチャカチャやってるうちに携帯落ちるとか大変なんで、腰につけてくださいね。ポケットとかあとはベルトのところに設置していかれた。あ、なんか一人だけ3倍の速さで動ける人がいる。怖いこの人。シャアさんは他の3方の動きに応じて3倍から1.25 倍ぐらいとかに調整していただいて、程よくいい勝負になるようにスピードは調整していただいてよろしくお願いします。さあ4名様準備できましたでしょうか。皆さん OK。 さあそれでは、決勝に進むもう1名を決める大事なバトルを決めていきましょう。それでは DJ 音をお願いします。それでは
さんちゃんと手加減してくれてる。104回。104、わー、素晴らしい。そして澤さん79回。105回。こちらシャーさんが、あ、じゃあ104と105。シーさんお疲れ様でしたね。あのシャーさん、あの出力レバーをちょっと引きすぎなんですよね。普通の人の半分ってシャーさん、あ、回収しますね、シャーさんって負けいただきますね、ありがとうございます。さあ、では、あ、どうします、連続はちょっときつい、ちょっとあのワンブレイク、ちょっとあの喋りますんで、あ、2回戦で視聴された方が、あの30秒間トランドルしたばっかりなので、ちょっと GNLC がたまるまでちょっとお待ちください。具体的に言えば、まあ、1分ぐらいかな、その間に、まあ、せっかくなんでね、ガンダム周りの話とかできれば。あ、ちなみにですね、今日来てる皆さんの方で、ガンダムシリーズの中で一番ダブルオーが好きやねんって方いらっしゃいます。あ、いる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 。え、そうか、ダブルオーね、ダブルオーすごい人気ですよね。あのちょうどあのガンダムコラボのをやってる時に富士急ハイランドに行ってたんですけど、その時にちょうど劇場版が公開されてた時期だったのかな。お前ファンじゃねえの、なんでやじんのお前。劇場版も愛せよ。ガンダムシリーズで初めて地球外生命体と戦うっていうコンセプトができたのが劇場版のダブルオーガンダムなんですよね。で、劇場版見ていただいた方、やっぱりあのたくさん思い出あると思うんですけど、劇場版のダブルオーってやっぱりツッコミどころというか、やっぱり機体性能が断地で、あの時代ってもうテレビシリーズの、まあ、何年も後なんで、まあ、ほぼ全部の機体、全人、地球上にあるほぼ全部のモビルスーツがテレビシリーズの時のガンダムタイプ並みの動きをするんですよ。だからもう例えば形がそのモビルスーツとしてのモビルスーツとしてのフォルムが継続されているティエレンであったりフラッグであったりも、あの GN ドライブがすごくあの改良に改良を重ねて、あの各国で生産されているモビルスーツにあの適用する形を取ったので、あの劇場版のモビルスーツは全て、まあ、言うなればもう本当にエクシアぐらいだったら凌駕するぐらい の、 あのモビルスーツの性能が一個一個あるんですよ。で、さらにあのエルスっていう、まあ、劇場版に登場する、まあ、敵の地球外生命体いるじゃないですか。で、あの小説版の設定らしいんですけど、実はですね、あれあの劇場版の映像の中に映ってないだけで、なんとあの各機体のデータベースやあの戦艦のデータベースから吸い出した情報の中に、テレビシリーズの、ソリスタルビングのガンダムタイプの情報が入ってたらしく、あの中に映ってないだけで、エルスガンダム00とかいるらしいんですよ。恐ろしくないですか。その状態で、相手はあのなんか液体金属みたいな生命体だから、こっちは接触しただけで負けなんですよ。なんだっけ、まあ、あれか、ポグマも言ったら、ざっと1万対1ぐらいの兵力差なんですよね。無理やんけって。もう、なんかすげえ痩せられた、クソオタクって言われた。ああ、そうだね、まあソレスタルビングやし、いいんじゃん。ブラックに乗ってね、倒しちゃうんだよね。なんかあのヒゲのおじさんがすごいやじってくるんで、でもさ、でも機体性能が、でも結局フリーダム最強やしとか、月光町出したらしまいやんけとか言うやつめっちゃいるんですよね。他作品を持ち込むな。ポケモンにはデジモンじゃ勝てねえんだよ。その作品内だけで保管しろ。タラレバの話をすんじゃねえ。あ、ところで、あ、そうだね、タラレバやりたかったら GZ でもやってろって話なんで、あのみんなハマー様乗っけて、あのゴッドフィンガーとかずっと打ってればいいから。めっちゃあのさあ、ちなみにあの決勝に進むお二方、 GN 粒子の補充はいかほどでしょう。そうですよ。 OK ですか。お、では、2人のガンダムタイプのモビルスーツの準備が整いました。人をモビルスーツ扱いするのがすごい心が痛む。まあ、あのサブコンテンツのね、あの体裁上そういう扱いしてざるを得ないんで、皆さん分かんないしてください。人をモビルスーツ扱いってなんか自分で日本語が意味わかんないな。何言ってんだろう。何ビルドファイターって言ってね。さあ、では、そのお二方、ステージに上がっていただいて、最後の決着をつけていただきましょう。というかね、純次君あんだけ動いて、なんだっけ、2桁とかじゃなかったっけ。え、どうしたお前、呼んでねえけど。ね、あ、そうね、頑張ってね。赤いなぁ。さあ、では決勝に出るお二方が出揃いました。盛り上がる準備できてますか。
ける最後のガンダムを決める戦い、それでは音先でいきましょう。ミュージックスタート。それでは始めていきましょう。決勝戦、ここで CM に入ります。さあカウントしていきましょう。まずはこちら、順次君のカウントは OK こちらが、あ、ちなみにお名前はすごいことになっちゃう。それでは結果発表しましょう。トランプの対決、勝者バッチャンさん。あと、勝者を称えたいんですけど、いくら気を付けられて、お前なんで44回なの違う、こいつ前半5秒くらいおたはめしてんのバカじゃねえのはい、出して、ほら、募集だよ。さあ、ということで、トランプ対決サブコンテンツ一つ目、優勝者はバッチャンタルタッチそして、優勝賞品のクオカードがございます。皆さんもお買い物でご利用ください。ありがとうございます。あ、じゃあ、完璧だけごめんなさい。いただきますね。さあ、バッチャンさんに改めて大きな拍手。いやー、これは武力介入できますわ。ありがとうございます。さあ、すげえ対決の、ね、決勝がダブルスコアで、お前、もうちょい頑張れよ。アニソンダンスバトル界の星だろ、お前。動けよ。もうちょっとさ。さあ、ということで、サブコンテンツトランダム対決優勝者、バッチャンさんでした。おめでとうございます。